生さん、はい、いつもご視聴ありがとうございます。たくさんの応援コメント、応援ボタンありがとうございます。今日はね、またトラッカー飯ということでですね、6号線日立市、めちゃくちゃね美味しい食堂ありますので、皆さん結構ねここら辺だとね忍たまラーメンに行かれることが多いと思うんだけど、ね、そうじゃなくて、まあ、僕も忍たまラーメンもちろん大好きなんですけど、あの日立のね忍たまラーメンのスタ丼めちゃくちゃ美味しいんで、もう忍たまラーメンだったらねあそこが一番うまいと結構言う人もいるぐらいなんでね、まあ、僕も結構行くんですけど、まあまあねトラック野郎といえばねやっぱ食堂に行かなきゃってことで、今日はねこちらの方を紹介していこうかなと思います。はい、宇佐美が隣なんでめちゃくちゃ便利ですね。ガソリンスタンドの宇佐美があって、で、茨城県トラック協会の休憩所が隣にあって、その隣なんでね、こうね、そのトラックスポットがね、3つ連なっているところなんで、ね、非常に広くて、便利も良くて、ぜひぜひ、ね、おすすめなんで、今日はそちらに向かっていきます。それではどうぞ。よいしょと、はい、じゃあ間もなくですね、今日は6号線陸前浜街道北向きの日立市モビロ、はい、こちらになります。よいしょ、お食事どころ白樺、よいしょ、おかじいっぱい、よいしょ、はい、ドロドロになるけど雨やから気にしない、はい、塗装が割れてえらいことになってますが、よいしょ、これ歩いていくの難儀やな。どうなんでしょう、もうちょい前の方を止めさせてもらおうか。これ真っ暗のところ歩いていったらビチャーなるわ。ちょっとこっちで止めさせてもらおうって。よいしょ、はい、着きました。はい、じゃあ行きますか。ちょうどね休憩の止まらなあかん時間やから、うまいこと、あれですね、ペースで来れました。よいしょ、はい、それじゃあご飯行きましょう。はい、茨城県トラック休憩所と、宇佐美の横ですね、大変便利のいいとこにあります。ありがとう。
すいません、野菜炒め定食、はい、あと、はい、イカと、イカ山菜、うん、イカ山菜と、今まで冷ややっこ、うん、
Thank you.
ありがとう。
よし。満腹、満腹です。いやー安いねやっぱりね、1300円か。イカ山菜ね、美味しい。うーん、やっぱりね、野菜炒めが半端ないよ。やっぱりね、焼肉のタレ、ここら辺じゃね使われてないね、珍しい焼肉のタレをね使って作ってるんだけど、まあうまいね。うーん、野菜炒めね、ここ独特なんだよ本当。あのね、なんていうんかな、まあ野菜炒めね、やっぱり食堂は定番かもしんないけど、ここを超えるところはないです。ほんとない。うん、めちゃくちゃうまいんでね、はい、ぜひ野菜炒めは絶対食べてほしいですね。はい、いや安いね、安いし駐車場も広いしいいっすよね。食べたんで、正直ね結構お腹、最近ね食が細くなっちゃったんでね、いやー満腹です。はいはい、じゃあね、そんなわけでお食事処白樺、はい、茨城県の日立市ですね。あのスタミナ太郎の跡地の忍たまラーメンにね行く人が結構多いと思うんだよね、ここら辺無難に。うん、でもね、宇佐美のスタンドもあるし、その隣にね、茨城県トラック休憩所って、ね、トラック業界の駐車場もあるし、連なってるんでね、本当におすすめです。はい、ぜひぜひ行かれてみてください。本当にね、いいんでね、美味しい、本当に美味しい。やっぱね量が多いわ。うん、野菜炒めの量が本当に多い、めちゃめちゃ多いです。で、味もやっぱり独特、普通の野菜炒めの味と全然違う。うん、美味しいですねこれね。はい、まあ、そんなわけでね、量もあるし味も美味しいしでね、しかもね六国沿いですよ。六国沿いだし駐車場も広いし、もう言うことないですね本当に。めちゃくちゃいいことづくめなんでね、ぜひぜひ皆さん寄ってみてください。はい、まあ、結構ねこのね道路界隈だったらね、ここら辺エリア界隈だったら、このみんなね、この左の忍たまラーメンね、このスタミナ太郎が潰れた跡地になってる忍たまラーメンで、こっちに行く人がね結構多いんだけど、まあ、せっかくだからね、忍たまラーメンももちろんね悪くないです。まあ、正直ね、忍たまラーメンも茨城ドラッグステーションの忍たまラーメンの味よりもこっちの方がねみんな美味しいっていうぐらい、まあ、僕もねスタ丼に関しては本当こっちの方が全然うまいと思う。忍たまラーメンのスタ丼って結構ね美味しいんだけど、ここのね忍たまラーメンが一番美味しいんで、まあそれもありっちゃありなんですけど、まあでもねせっかくなんで、うん、やっぱねトラック野郎っちゃやっぱね食堂行ってなんぼなんで、まあ食堂ね、白樺食堂行ってね、ぜひ野菜炒め食べてほしいなと思います。はい、はい、そんなわけでね、陸前浜街道6号線は南向き、神栖向けモービル。そんなわけでね、今週も水曜日週中モービル、はい、じゃあ残りつながる皆さんよろしくですよ言うてね、足元悪い中、よいしょ、チャージ完了。
リスター言うてね。お、かっこいいな。お、角ホグついてるやんか。箱文字もかっこいいし、遮光灯と、なんか遮光灯等間隔かっこいいな、後ろ。でね、またねこういう食堂紹介のね動画とか見たいよって方おられましたらね、ぜひともね応援ボタンとコメント欄の方に、書いていただければ、またねこういう動画もねやっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。でまたねこういうね食堂の動画ばっかりね見たいよって方ね、なかなかね探すの大変ですっていう方ね、動画一覧の方からですね再生リストで分類しております。動画一覧の方を開いていただいて、再生リストトラッカー飯大全集っていうねフォルダがありますので、そちらの方を見ていただくと、このようにね食堂でご飯食べる動画だけがずらーっと見れるようになっておりますので、そちらの方から見ていただければと思います。古い動画もね全てコメントをね僕配信しております。この動画見たよとかね、これね見て行ってきましたよとかね、もうここの食堂気になってたんだけどね、何食べていいか分かんないからねすごく参考になりましたとかね、やっぱいろんなご意見いただくんですけど、本当に嬉しい限りでね、やっぱそういう風にね皆さんのお声伝わればね、僕もねどんどんねあそこも紹介したいなってやっぱなってくるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、Twitter、Instagram、TikTok やっております。合わせてフォローしていただければと思います。トラックの短い動画とか結構ね TikTok メインでやっております。あと食べたものとかね、すべて今日は何食べたよ、どこにいるよっていうのは全部 Twitter でやっております。でまあ記録でね日記みたいな感じでね全部メモリーで残しているのがまあインスタになっておりますので、そちらの方もねいろいろやっておりますので見ていただければと思います。じゃあの